本日のテーマは自分だけの虎です。虎は打点アップの大事な種。しかし自分にとって大事な牌であると同時に他の3人にとっても大事な牌であることは間違いありません。虎は恋人、大事な牌だから恋人のように大切に扱いなさいよという意味でよく言われています。しかしその反面、恋人は見切り時も大事です。長く付き合ってると情にほだされついつい惰性で付き合いを続けてしまうことってあると思います。こいつあかんなと思う頻度が増えてきたらすっぱりバッサリざっくりと関係を断ってしまうこと、その決断も大事なのです。虎は大切に扱うものだけど見切り時も大事です。その見切り時も含めて虎は恋人と言っているのだと思います。ではこのシーン、赤ウーピンは全員のドラ、全員にとって大切な牌です。しかしここでシャアを残してリーチ、もしもこのように重なれば想像を払ってマンズの本位に移行し自身の打点アップが見込みます。他の人にとってはそうでなくても自分にとって打点アップの大切な種である牌、つまりこの場合は赤ウーピンの代わりに残したシャア、これを自分だけのドラと呼んでいます。自分だけのドラ、恋人のように大切に扱うようにしましょう。続いてこのシーン、3品は全員のドラ、ウーアンは5、6、7の3色が見える打点アップの種、つまり自分だけのドラです。ここでは自分だけのドラを残し全員のドラである3品を切ります。リーチと、せっかくですのでこっちでリーチですね。自分だけのドラを見極めるポイントはイーシャンテンの段階で自分だけのドラの存在に気づくことです。例えばここにロー1を引けば誰でも自然に気づくのですが、パー1を積もった場合、または Q1 を積もった場合、事前に想定できていればウーアンが自分だけのドラに昇格することはわかると思います。次のシーンです。このように形が決まってしまうとすぐに余った数牌、この場合は数1を切ってしまう人も多いです。しかしこの配置をよく見てください。数1ってそんなに早く切って良いものでしょうか。例えばこのように3万を引いたり数1を縦に引いたり、場合によってはリャンワンを引いたりした時でも想像をこのように切って打点アップが見込めるかもしれません。つまりこの場合は浮いていた数ワンが自分だけのドラということになりますね。最後にこのシーン、例えば9ピンが安全牌だったとしましょう。油断しているとこのまま安全牌を抱えて有効牌を引くのを待つだけの進行になってしまいそうですね。しかし自分だけのドラ、自分にとって価値の高い牌を積もってくる前から予想できていれば、このように自分だけのドラである9層をきっちりと残すことができます。ですよね。リーチドン。全員のドラは見るからに大事ですが、自分だけのドラはこちらから気づいてあげなくてはなりません。自分だけのドラを大切に、自分のツボ番が来る前から自分だけのドラを探しておきましょう。